始まりました。そこ曲がったら桜坂、司会のサンド須田です。お願いします。さあ、そしてこいつらが桜ちゃんだ。せーの、ルン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 。こっちの方が楽しそうだな。何ですか今のうねうねって。うね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 は分かるでしょ、なんとなく。どういうことですか。坂。あ、坂の、あ、そっちとも取れるね。でも桜の方を主に採用してるから俺は。イモムシ。そう。毛虫ね。毛虫やだ。桜って毛虫めちゃくちゃ出るから。なるほどなるほど。やだ。でも可愛くうねうねっていうので。表現したんですね。どうでしょう、そろそろ決めるというので ね、 ね、じゃあもう次回、はい、もう頭でやったやつもう決めます。おお、ついに今回の企画発表いたします。今回の企画は新センター森田ひかるをもっと光らせよう。ファーストシングルノーバディーズフォルトのセンターを務める森田ひかる。まだまだ謎が多い森田の知られざる魅力を発掘していきます。そして今回は自称森田の仕事面を何でも知っているという竹俣と、自称森田のプライベートを何でも知っているという松田に司会をお願いするのですが、おふざけ MC やりたいだけじゃないですか。違います。森田のこと知ってる。はい、森田あるあるは、森田あるあるでいけんの、うん、あ、いいですか。じゃあ、じゃあやっちゃいますね。はい、ヒカルってさ、寝坊すること多いよね。うん、もしもし、ヒカル、もう起きてる？大丈夫？はい、あ、すみません、今起きました。あるあるある。めちゃくちゃブランクを感じさせる。もうちょっと練習したら。いや、違うんです、もう1年以上ぶりなんで。1年、あ、1年、そんな前、はい、そんな前です。前になります。そうか、はい、でも森田はなんか寝坊しがちなの？割としがちって。あ、しがちなんだ。それ自覚はありだね。めちゃめちゃありますね。もちろんね。もうアラームが聞こえなくて。ああ、いや、でもね、それって若い証拠だからいいんだよ。おじさんぐらいになってごらん。びっくりするぐらい早く起きる。私のお父さんも最近5時半とかに起きた。一緒だ。一緒なのよ。夜も早いんです、寝るのが。斉藤のお父さんと同じ状態ですね。同じぐらい。今日結構いいですね。この番組はソニーミュージックと森田ひかるの理想の朝食はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、森田ひかるをもっと光らせよう。まずはですね、森田ひかるがどんな子なのか、これまで番組で取ったアンケートの回答から知ってもらおうと思います。まずはこちら、てん、森田ひかるは肉にこだわっている。どういう効果だって。全部セルフでやってくれるんですね。編集楽ですね。そうですね、助かります。澤部さん、これ分かりますか？はい、AD さんの挨拶に超こだわってる。違います、はい、あいつあんま弱かったな。そんな子じゃないですから。森田はそんな子じゃない。そんな子じゃないですね。土田さん分かりますか？僕はでも分かってます。あ、お、はい、分かってます。言うんですよ。こういう時、こういう時言うんですよ。森田のこと大体分かってました。あ、でも教えてもらっていいですか？はい、言っちゃっていいですか？大丈夫です。でもそれはもう単車のハンドルの角度めっちゃ絞り、絞り、絞りの絞りを。全然違う。違います。じゃあメンバーならちょっと分かるかなと思うので、うん、高坂まりのちゃん。うーん、ヒント。ヒント早い。ヒントか。そうだな、早いな。アイドルはやっぱりこだわる、うん、結構こだわるのがいいかなっていう。うん、前髪。じゃん、前髪に超こだわる。高速の前髪にこだわってるのかな、やっぱ。いや、私はこだわりなくて。他いる？めちゃくちゃ気にしてるよっていう。
大関が横に首を横に振ってますでしょうねって思っちゃった大関も全然気にしてない。なんかそれも生え方かなって思う個性です。個性あでもそれこそ上村とかも前髪をねそうだずっと私はなんかクルンっていうそういうヒカルちゃんのちょっと巻かれた前髪に憧れるんですけど、なんか直毛なのですぐシュッて落ちちゃうので週に1回ぐらい自分で切ってます。パッツンに、はい、上村ちょっと色変えた。あ、変えました。明るくなったよね。メンバーそれぞれ前髪へのこだわりは違うようですが、森田はどんなこだわりがあるのかチェックしていきましょう。この4枚の中に森田にとって100点の前髪が1つだけあるんですけど、それを当てていただきたいと思います。これも許せないのが光る的にはもうある。いやもうあります、あります。ちなみに今日の出来栄えは何点なの？綺麗だ、確かに今日結構いいですね。綺麗、綺麗、めっちゃいい。89ぐらい。おお、高い、はい、高いんだ。これヤーレナとかどう思いますか？ヤーレナになったの、はい、ちょっと待って、勝手なあだ名やめてって言ったじゃない前。レナーはあれ、ヤーレナ、はい、3番かなって思う。そうだね、3番いいよね、はい、じゃあヒカルの100点の前髪はどれですか？3番です。おー、逆にさ、点数一番悪いのを当てるのが難しくない？30点。ああ確かに、分かります。お、分かる？カメラ、え、分かります。え、言っていいんですか？いいよいいよ。なんで俺と同じ手法使ってんの？なかなか言わない。違う違う、1番。1番なんで？前髪が1番だけ長いじゃないですか、ひーちゃんがよく前髪をメイクさんに切ってもらってるのを見るので、一番が許せないんじゃないかなって。なるほど、長さがってことか。そうですね。ちなみに澤部さん何番？4かな。左額のちょっとこう隙間がちょっと空いてるでしょ。左額ちょっと空いてる。でも2もある気しない？そう、分かります、分かります、はい、2もね、そう、分かります。ライブ後っぽいから、ね、それでは森田に解説してもらいましょう。100がこれで、はい、うん、80点がこちらです。違うじゃん、前髪専門家みたいな面して。あれ、次は50点が4番です。ああ、そう。これはやっぱここの隙間と、うん、あとちょっと長いんですよこの日、うん、ちょっとここも丸くなりすぎちゃってるっていうのが。ちょっと分かんないけど、そんなこだわるので35じゃん。私がもうダントツこれですね。ダントツ怒ってる指。これはまあライブ後っていうのもありますし、ちょっとこっちが短いの分かりますか？こう斜めになってるっていう。いや分かんないよ。理想があるんですけど、なんかここの分け目がこう黒目のここに欲しいんですね。黒目の真ん中に行くようにしたいんだ。そうです、そうです。これを見ていただくと、ここがもうここら辺に来ちゃってるんですね。あ、確かにね。そんな前髪へのこだわりが強い森田ですが、今作のアーティスト写真が120点満点のパーフェクト前髪だそうです。続いてのアンケートはこちらです、はい、森田ひかるの理想の朝食はワイワイワインとワイワイワインはい、うまい。菅井さん、わかりますか？それ見てるでしょ、ちゃんと全部ね、全員のこと見てるもんね、菅井ね。そうですね、うん、なんだろう。ぼる塾の今ぼる塾まあそうねーって行けんじゃない、すごい。そうねー。メロンパンが好きなのは知ってるんですよ。よく食べてるなって思うので、メロンパンとバナナ。でも一つは惜しいですね。惜しい、惜しい、はい、あ、一つはでも分かりました。おお、今の惜しいで、うん、フルーツ。あー、まあそうなんだ。ずるくない？ずるくない？ずるくない？まで行った。確かに広いですね。広いよね、なんかね。てんちゃん、てんちゃんわかる？リンゴ。はい、はい、リンゴですね。となんかこれ、あー、ハブ。なんかお菓子をつまみ食いしてるところちょっと見たことがあるんだけど、お菓子とリンゴ。お菓子とリンゴは可愛いね、なんか。
ますね。ちなみに澤部さん、これをなんちゃらとなんちゃらっていうのを大喜利風に言うとどうなりますか、うん、なんでなんでそんな竹本がジュニアさんみたいなこと言い出すのそんなことする俺のでもいい、なんかまあ、はい、多いお茶とポパイのおにぎり。違います。なるほど。リンゴじゃなくてね。多いお茶とポパイは大好きなんだけどね、俺は。液体ではあるかもしれないですね。じゃあもうあれじゃない、もう味噌汁とリンゴじゃない。松、なんですかね。惜しいです。こんな増本当てられるんじゃない逆に。スープとブドウ。ちょっとリンゴ、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 ね、リンゴ、リンゴあるよ。なんでリンゴどっかやっちゃう。そうな、もう増本はジュニアさんが喜びそうだな。スープとブドウね。正解はポン汁でした。飲んでる。あ、飲んでる。飲んでますね。撮影の合間になんかいろんな、なんて言うんですか、スープの元みたいな、飲んでもらってるんですか。フルーツって言ったやつが。いろいろ置いてあるんですけど、豚汁取ってました。見ました。あ、なるほどね。なんでこの2つがいいんですか。まあ、リンゴはでもほぼ毎日今食べてるんですけど、なんか豚汁はコンビニに売ってることに最近気づいて、でもそれからもう美味しすぎると思って毎日飲むようになりました。豚汁とリンゴ。あの他のメンバーからも森田の食べ物に関する、情報が届いてまして、うん、藤吉の食べるのが異常に遅い。どういうことですか。遅いんですよね、食べるのが。なんか、うん、ずっと噛んでるイメージ、確かに。早いの、かりんちゃんとかは。私普通なんですけど、関ちゃんがすごい早くて。え、会長嘘でしょ。本当です。早いの。本当に早いんですよ。なんか私の3口分ぐらいを一口でいくんです。すごいじゃん。ヒカルはなんでそんなに食べるのがちょっと遅いのかな。すんごい噛むんですよ、うん、いいことだけどね、喉が狭いのか苦しいんですよ、あまり。あまり名言、喉が狭い。俺もいっぱい噛みたいんだけどね、もう噛み合わせがぐちゃぐちゃだからさ、どんだけ噛んでもさ全然小さくならない食べ物だから。何でも全然しゃくれちゃってるから、何噛んでも全然ハトハト噛み合わせないから、ガシャ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 、中で食べ物動いてるだけで。アイドル番組でどんなアップ撮ってんだよ。どんなアップだよ。おいおい、ふざけんじゃねえよ。そうですね、はい。俺ちょっと MC そんな冷たいまとめあるから。そうですね、はい、そうですね。メンバーも結構こう目撃してるんですけど、あ、うん、まあそんな新たに情報が今回ありますので、あのそのはい、新情報お願いします。新情報ですか。今ハマってる。今ハマってるの。なるほど、はい、今はあのピザマンです。あ、おお、まあ美味しいね、うん、どこのが好きとかもあるの。それもない。それはないですね。基本的にピザマンが好きなんだ、はい、ピザマンピザマンでもあれ1個食べるのにどれぐらいかかるの。すごい笑ってる。何が頭ぶつけて。え、ピザマンでしょ。え、何、俺バカにされてるんだ。私はちょっと噛んじゃったんです。森田やっぱすぐ笑っちゃうんだよね。ツボがね、ね、あるから。ピザマンどれぐらいかかるのあれ。20分とか。遅い。遅いでしょ。あんな20分かかる、うん、5分、まあ5分、まあそうね。井上は5分でしょ。由美子会長1分半だよね。めっちゃ記録作ってるじゃん。そんなマイブームがピザマンの森田ですが、人生で一番好きな食べ物が別にあるそうで。私が一番好きなのは塩クジラです。塩クジラです。何それ、福岡だけ。何、いや、何あると思うんですけど、なんか結構みんなに伝わらなくて、なので今まで結構好きな食べ物聞かれても答えてなかったです。知ってんの。わかんない。福岡だね。東京に来てあんまりやっぱ食べてない。東京に来て一回も食べてないです。そうですよね、久々に食べたいですよね。食べたいです。ということで今回ご用意いたしました。同じ福岡出身の由美子会長も馴染みのなかった塩クジラ、一体どんな食べ物なのでしょうか。こちらが塩クジラです。はい、すごい香りがここまで今来ました。ビーフジャーキーみたいな感じかな。いや本当おつまみの感じだ、はい、
そうです、渋い。これはどうやって食べるんですか？これは生で売ってるんですけど、うん、それを一旦なんかグリルとかで焼いてホロホロぐらいになったら食べれます。つまみだ本当に。家で作るのこれ？あ、家でよく食べてました、実家とかでは。森田はもうこれだけ、おかずとかじゃなくて、あ、もうそのままこれだけ、なんかおやつみたいな感じ。はでは早速、およそ2年ぶりの塩クジラ、お召し上がりください。いただきます。あ、これこれ懐かしい、これですもん、これ塩クジラ。これ硬いの？硬いですね。噛めば噛むほどなんか塩の味が出てくるので、うん、しょっぱいんだ。はい、しょっぱいです。ちなみに今日せっかく塩クジラここに来てくださってるので。自分の意思で来たのか。来てくださいました。来てんの？持ってきたんじゃない、来てくださったの？来てくださったので、その言い方やめて、ごめんなさい。本当に来てんの？はい、来ました。食べてみたいメンバーいたらぜひ。美味しいよ。食べたい。食べたい。あ、いいじゃん。井上と。美味しいよ。あと、あ、ハブも行ってく。食べたい。ということで、森田おすすめの塩クジラ、お召し上がりください。こっちから見てたらめっちゃ美味しそうなお肉に見えたんですよ。なんか見たら塊。美味しい。なんかイメージと違いました。史上最低の食レポだけど。でも食べたらね、食べたら分かんないもん。じゃあハブから。いただきます。うん、うん、お、塩クジラだ。知らないでしょ。初めて食べたんですよ。初めて食ったんだろ。でもすごい塩が効いてて、スモークジャーキーをちょっと塩味をプラスしたって感じです。お酒とかにも合いそう。やっぱそうか、つまみだね。井上も、うん、いただきます。笑ってる。うん、これが塩クジラだ。なんでよりによってお前ら2人が前に出たんだ。料理漫画の一コマみたいな。何、美味しい。美味しいです。美味しい。全然食べないじゃん。美味しい、美味しい。海にいるみたい。それは美味しいの？海にいるみたいな。美味しいです。本当？でも全然井上2個目行こうとしない。2個目行きます。あ、どう？2個目は。2個目どう？顔に出ちゃってる。海感じるな。めちゃくちゃ苦手じゃん、塩クジラ。井上のお口には合わなかったようですが、皆さんぜひ食べてみてください。この後 MC がキャラ変。それでは参りましょう。続いてのアンケート。どうしました？編集つながらないから急に。私たちの本気じゃないなと。そうですね。徐々に上げていくんですね。そうですね。ちょっと真剣すぎました。はい、もうカッチカチで緊張しちゃって。MC に徹してたから。いや、もういいんですよ、自由にどんどんボケてもらって。テンションが上げたかったなと思って。テンションぶち上げで、はい、お願いします。ありがとうございます。メッシャンス。はい。続いてのアンケートはこちらです。こちらでエグジットみたいになっちゃう。カメチみたいになっちゃう。森田ひかるはついついフェアを買ってしまう。サブさん、はい、これわかりますか？僕と僕と違います、違います、違います。ハブさん、はい、ハブ。カメラパシャパシャ。違う、テンポいいね。違う、カメラパシャ。他どうですか？鉛筆カキカキ。違います。鉛筆カキカキ違う。リカさん、リカさん、リカさん。猫ちゃんニャーニャー。いいよ、猫ちゃんニャーニャーついつい買っちゃうね。テンポ出てきた、テンポ出てきたよ。いいけどな。あとバタ足ジャバジャバして。はい、次。第3、紫のなんかもちもちのもの。テンポ、今のテンポあったじゃん。今のオルマパカパカでもいいわけよ、なんでも。一文字目だけじゃあ。え？ちょん。あ、うまい。森谷さん、ぬいぐるみ。正解。あ、そうなんだ。でした。これは光る。どうですか？急に暗いな。段取り追った感じだったの。これなんですかね。ぬいぐるみは結構。なんだろう、ポケモンセンターとか、うん、とか動物園に行った時とか、うん、お土産コーナーとか、うん、なんかもうつい気に入った子を見つけると、あ、買おうって思って。でも相当な数になっちゃう。本当に直すところがなくて、うん、まあ、飾ってるコーナーと、まあ、お布団の横とソファーと
あその辺にゴロゴロみたいな。これ、いやすごい密だね。ね、いるの一番のこのお気に入りみたいな。小林優さんとサファリパークに行った時に、あのライオンのぬいぐるみを買っていただいて、あのライオンがすごく可愛くてお気に入りです。私はヒカルは無類の動物好きで、あの動物園や水族館に一人で結構行くことがあるんですよね。ちなみにヒカルが今一番会いたい動物は、一番、はい、今一番会いたい動物、ハチビロコウか、ね、そうだと思うんだけど、マンボウ。あマンボウ、まあ、分かる分かる、2番目に会いたい、2番目に会いたい。違ったんだ、なんか MC 困ってる言ってるじゃんよく、トンビだよね、だよね、それは分からないけど、ね、なんか苦しんでるな、好きだよね。3番目にその流れだよね、本当にその流れ、その流れだよね。鳥、ヒントがすごいね、うん、鳥、タカ、はい、ということですね。強引な MC、 今回こちらの動物に来てもらいました。どうぞ。箇所、うわー、すげー、かっこいい、かっこいい、わー、感動しちゃった、めちゃめちゃかっこいい、かっこいい。今日せっかくタカが来てくださっているので触れ合ってみましょう。ヒカル、ずっと会いたかった大好きなタカに会えてどうですか？ね、もうめちゃめちゃ嬉しいですよ。なんかタカってやっぱ動物園に行っても高い場所にいるし、うんうん、なかなかこんな間近で見る機会ないので、うん、いや、そうね、すごい、そんなに羽広げても全然普通に横にいれるんだね。いや、めっちゃ美しいですこの好きなんだね、本当に。今日はあの餌があげれるんで、ぜひヒカルはあげてみてください。やったこっち、はい、お姉さんはタカショーなんですか？タカショーやってます。やってるんですか？お名前は？私ですか、この子ですか？どっちも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 この子はファビマルくんです。あ、ファビ、ファビマルくん、ファビマル、ファビマルくん、じゃあオスなんで。お姉さんは？中村です。あ、中村はい、餌は何ですか？これは鳥のささみ。鳥のささみ、鳥食べるんだ。鳥食うんだね。できればこんな感じではい、いいですか？大丈夫。見本もないの？もういけるの？いいですか？いいよ、こんな感じ、はい、どうぞ。うわー、すごい、食った？食べました。すごい、泣いてた。すごい、すごい、やっぱり。あ、かわいい、なんか。かわいい、かわいい。泣いてる、泣いてる。ありがとうって言ってます。かわいい。あと、ちなみに腕にも乗せれるそうなんですけど、やってみますか？やります。おお、速攻だね。スタジオの端からファビマルくんを呼び、腕に乗せる技に挑戦するのですが、注意事項を森田に説明していると。爪えぐいっすね。こう伸ばさないでください。このままいったらいいですか？そりゃ上に行ったきり。うわ、かっこいい。元気いっぱいのファビマルくんは森田の腕に飛んできてくれるのか？ファビマル、はいって、はいはい。うわ、すごい、すげえ。ちょっと握ってください。はい。ここ握ってもう一個で、はい、これ絶対離さないで、はい、森田とファビマル。ほらちょっとファビマルをみんなに。ファビマル！そこ握ってなきゃダメなのよ、ひも。ファビマル！帰ってきて、マル。ファビおいで。ファビ、ちょっとやだった。大丈夫だよ。ファビマル。ファビ。猫さんだ、かわいい。怖さはもう全然ない。もう全然ないです。あ、どうでしたか？もう感動です。なんかもう夢が叶いました。もう、うん、
ファビマルと中村さん、ありがとうございました。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 ファビマル、ありがとうございました。この後ごちゃ混ぜチームバトル。この番組はソニーミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ふーちゃんさすがです。あら、ふーちゃん出ました。私というよりペータローに頼もう。次回一気に来ごちゃ混ぜチームバトル、火の壁を越えて仲良しポイントをゲットせよ。仲を深められたのは一体どのチームだ。